橋本五郎自殺を買う話1妻らしき妻を求む18歳以上2 7七8歳までの真面目にしてかつ愛嬌あり常識を有し一生夫に忠実にして血統正しく上品なる夫人ならば 貧を問わず妻として迎え優遇す当方31歳身長五尺三寸体重13巻200問目狂犬にして元気養成、職業薬業趣味読書旅行感激その他新時代の流行りもの禁酒禁煙将来の目的都会生活を営み 外国取引開始保護者の許可を経て最近の写真履歴書本人自室の趣味希望等進展書にて申し込みありたしそんな広告に微笑しながら新聞の案内広告を見ていた私はその雑見というくだりに至って思わず新聞を取り直した「自殺買い足し」 一切面談ただし善良なる青年の者のに限るバツバツ長野々村私が驚いたのはその要件の奇抜よりも外交国主の生命においてだバツバツ長といえばかの墓場と酒場の青年画家私には親しい友人であるところの野々村真司君より他にはないはず 止まれ尋常の沙汰ではないぞと私が瞬間感じたのはかの野々村くんの平素というのがこうした青年のそれとはかけ離れて至って平平凡々ボンボンたるものであったからだ私はとにかく見に行ってみることにしたもちろん私が常にもなくそう気軽に腰を上げることのできたのは一に友人を思う情の切なるものがあったからだが そこにはまた私として新聞の広告欄にすがらねばならぬほどそれほど惨めな境遇に置かれていたからである寒い朝だったフルマントに風をよけながらようやく私が訪れた時にはもう彼は起きていて心からこの失業者を歓迎してくれた火鉢にはカンカン火が起こっていたし鉄瓶の湯は ふつふつとたぎっていたのだが何とはなく私はこのわずか23か月見なかった友の様子から一種違った妙な弱々しさといったものを感じた痩せているというのでもなくまた失望した時のそれとも違うどう言って慰めていいか私にはその正体を見極めることができなかった 妙なな広告をしたじゃないか。私は早速訪ねてみたうんとそこで野々村君は急に憂鬱な表情になってやがて静かに外交告をするようになった因縁を話し始めたのである聞けば聞くほど痛ましい話だ私は友が各有名になった以前のその奇怪な れれな物語に引き込まれてしばらくは私自身の現在をも忘れていたほどだったでその話というのは一体芸術家と呼ばれるものの修行時代は他から見るようにのんきなものではなく産区そのもののようなだから時にはやりきれないでもちろんそれにはいろいろの意味があるがあたら華やかな青春を猫いらずや 噴火口に散らすものもののあるのだが、そのまるまるごろは文字どおりに食うや食わずのカンバスもなければチューブも持たない至って風雅な生活をしていたのだがどうかしたはずみにその食うや食わずの生活もできなくなってしまいに丸一日何も口にしないような日が続いたそのある日のこと。 「2」「風はないが寒い暮れ方だった」「彼は猿荒寺の半ば口ゆがんだお堂の縁に腰を下ろして柱を背にうつつなく眠っていた彼自身を見いだしていた」「このお寺は都会のそれで庭からすぐに墓地が広がり墓地を低い破れ塀が巡らし」 そのたを夕暮れの中に丘陵が連なり丘陵には電柱の頭が見えそこにすでに明かりが点ぜられていた丘陵を遠く町の夜空がぼうっと薄明るく照りよどんでいた彼の目は涙を感じた心は温かい家庭を思った ないしは華やかな酒場をしのんだ赤赤と燃えているストーブや緩やかに香りを立てた紅茶の皿や暖気に重くなったカーテンの緑色や断氷やたばこやそして一銭の財布も持たぬ彼は真実よるどころない現在をあわれんだのであったままるるまるまるの一本も飲むことができた が今日は彼は4回目の空腹に襲われることを考えた今度は最後だと思った彼の脳裏はいろんな壮年に乱れた秋の展覧会や多くの紳士宿女やかと思うと暗い汁粉屋の一隅や鉄道の踏切やまた母の顔や 見も知らぬ恋人の姿やちぎれちぎれのそれらの情景は皆悲しい色彩を持ってめい滅したとふと彼の視界を黒いものが動いた石灯の間を音もなく行くそれは確かに人間の姿だしかも若い男だ気がつかなかったがそれまで石灯の一つに腰掛けていたに違いない 影はそろそろと歩いてゆく飯を食わせろ。そう言って飛びつきたいような親しさを彼は感じた不思議に友人か何かのように考えられた彼の両足は何という意味もなく相当の感覚を保ったままその青年と同じ歩調で同じ方向へ歩いていった 青年は墓場を抜けて破れ塀に沿った事を丘陵に向かって歩いた首を垂れて影のように歩いた育児ごろであったろうかもう辺りはすっかり暗くなってともすれば視界が失われたりするのだった彼が丘陵と見たのは鉄道の土手であった まままるるるまるものを左下に見た時彼はなぜか来てはならないところへ来たような気がしたそして思わず足を止めたとその瞬間どこにどう潜ったか彼は青年の姿を見失ってしまったのであったあてどないまま盲目にも似た彼は突然底知れぬ暗闇の中に取り残されたのだ 一人だと感じると今更のような寒さとともにかつて知らなかった生々しい恐怖がしかも奇怪な落ち着きをもって彼の皮膚の上をはい回ったぞろぞろとなでさすってすぎた静かに線路に降り立った彼は身をかがめてレールに耳を当てた 遠い読みの国からでもあるように不思議な濁音が響いてくるそれは美しい韻律をもって例えば夢のからくりのようにいとも心よい刺激を鼓膜に与えた彼は尻を立てた黒猫のような格好で棒花の中にそのままじっとうずくまっていた音響が ひどく激しくだんだん近く聞こえてきたと「危ない!」誰かが彼の肩をつかんで引き戻したとほとんど同時だった彼のたもとのすれすれをゴーっとすさまじいうなりを残して真っ黒い列車が通り過ぎた彼の目には列車の窓の 華やかな明かりだけが残った危なかったじゃないか一体どうしたんだ彼を救った人間はこう言って闇の中で彼の衣服の泥を払った彼は別にありがたいとも悲しいとも感じなかったただ涙がさんさんととめどなくこぼれ出したまあタバコでも飲みたまえ それを無意識に彼は受け取った。そしてこの青年が墓地からの同行者であったこと善良な富裕なしかも教育のある人間であることを彼は涙の中から一度に感じたすす。みません。僕僕は、僕は何も食っていないなのです彼は初めて感謝の念を持って答えた。 恥ずかかしさもなかった何も食っていないじゃあ君僕の家へ行こうじゃないか友達のような親しさではないか彼は今日までの貧しさを全部話したそして自殺する考えではなかったことしかし早晩そうなるような気がすると率直に付け加えた 僕も実はねえと青年は語尾を濁らしたがやがて何か考え直した様子で何だったら僕が君の自殺を買えばいいんだそれが金のことならとまた後ろは消えてしまった彼はとにかく青年の行為に甘えることにした青年はみちみち 金に困っている若い人々の話を聞いたそして深い木工を続けながら歩いた彼は努めてつつましく彼自身やまた同様の運命にあるであろう幾多の青年の無名の画家の話をした沈み切った真実をもって人はパンのみに生くるものにあらずというキリストの言葉が それら未成の偉人たちには一番悲しい事実であるということをだが彼としてはこの不可思議な行為を受け入れる以前になぜこの一面識もない青年紳士がかくも異常な時間に異常な場所に来合わせしかも窮地以上の親切を持って彼のこの貧しさ寂しさを慰めてくれるかを考うべきではなかったろうか。 二人は、やがてその青年の住居へ来た。青年の住居というのはその鉄道線路を背景にした新海町の樹木の多い高地にあって新しい2階建ての隅から隅まで手の届いた一見官賀な建物であった。 2人が玄関のすりガラスをはめた格子戸の前に立つと「おかえりなさいませ」と上品なばあやの顔がそれを内から開いて迎えた彼は2階の6畳に通されそこで夕食のもてなしを受けたその食卓がいかに全美にその品々がどれほど美味にこの哀れなるものの涙を誘ったことであろう だがか腹はいっぱいであった「君ゆっくりやってくれたまえよ」そう促して共に箸を手にしたのであったが青年は至って物うげな様子でその貴族的な顔に疲れの色を浮かべほとんど食わないと言っていいくらい小食だった。 そこには希望のない人間のあの投げやりな様がうかがわれた彼は青年の様子から「普通人には見ることのできぬ何か幅の広い弱々しい親しさ」とでもいったふうなものを感じた部屋には一軒の書家がについ飾られそれには内外の書籍が美しく肩を並べていた また溶材の三角な高机や床の違い棚には諸種の美術品や参考品が調和よく置かれていた人間の心境もあるところまで進むとその全体がこうも静かになるものであろうかと彼はその青年の優しい様子を一種尊敬の念を持って眺めたのであった食事が済むと彼は 促されて入浴した。人一人を入れるに足るほどの湯船であったがそこでもまた彼はわずかに2人きりの生活にこのせちがらい都会の中で殊更に自家用の風呂を所有することのできる富有な青年を羨まずにはいられなかった湯を出ると部屋はきれいに取り片づけられ銀瓶がたぎっていた。 坂が出されていた泊まっていったらいいでしょう青年は微笑みながら言ったいいえそれではとまでは彼も辞退したが考えてみれば帰ると言える自分の家はなかった彼は事故の分裂を悲しみながらも青年の行為に頼るほかはなかったねそうしてくれたまえ その方が僕としても都合がいいんだぜひ頼みたいこともあるしそして青年はちょっと目をつぶった彼は「頼む」と言われた言葉に不安を感じたそしてこれまでの食事や入浴やがひどく不気味に食いられてきた「俺を何に使う考えだろうか利用せられるのではないだろうか」 実はね青年は多少声を落としてこれは君の自殺を買うための頼みなんだがと話し始めたそれによると明晩あるところまで使いに行ってもらいたいそして金を受け取ったならばその金は君自身好きなように使い果たしてくれればいい自分の頼みは その家まで行ってもらうことにあるのでそれ以外は皆君の自由だもちろん金を受け取ったからって再びここへ帰らなくともいいいや帰らない方がいいというのである彼はそのあまりに不合理な依頼に一時は躊躇もしたが要するに恩人の頼みだ受け取った金は再びここへ持ち帰ればいい そうすれば自分の責任も済むと一人考えを定めてその依頼に快く応ずることにしたのであったで何と言っていくんですかうんちょっと待ってくれたまえ。青年は目をつむってしばらくその言葉を考える様子をしたその秀でた顔面にはその間いろいろな感情が浮いては消えた だが青年が目を開いた時にはそれらの痛ましいひらめきは皆一つのある強さに変わっていた少し厄介だけれどね僕がこれから言う言葉を言ってもらいたいんだ何それほどコミュニティ挨拶でもないいいですかね訓導が児童に接するような態度で彼はその言葉というのを唱え始めた 実際それは唱えるというのが当たっていた彼は青年のそれについて真面目にいわゆる挨拶のことなるものを暗唱していった最初はね誰でもいいから家の人に会っていいですか「女さんに会わしてください」「急用なんです」「半田からです」「女さんに会わしてください」「急用なんです」 からですそのとおり次に女という老人に会ったらねいいですかとしこさ,さんに会わせてくださいとしこさんに会わせてくださいそうもっと怒りっぽく言ってもいいだがとしこには会えないそこで老人が何かきっと体裁のいいことを言うからねその時は君の必要なだけ 円円でも二百円でももくれと言えばいいえばんだ。うんすぐくれるからねそれをもらってその金で君は君の生活を立て直したまえああそれだけそう言ってしまうと青年はさも最後の努力で使命を果たしたと言った様子で疲れて黙ってしまった「恩田さんに会わせてください」 はんだからです彼は口の中でもう一度それらの言葉を繰り返してみた何のことだかわからなかっただが彼は青年を疑う気にはなれなかった考えれば考えるほど起こる不信を青年に正す勇気も持ち合わせなかった彼の正しい感じによればこの恩人は あまりに疲れていた。もしくは虐げられていたようであった同情を受ける現在にありながら彼はなおこの不憂な青年に同情を寄せることができたのであった彼は壊れるまま全ての問題を真の一時に託してその夜は絹やぐの中に 平和な夢を結んだのだのった。時過ぎであったそれまでに入浴散髪などを強いられ済ましたかの野々村くんは無理斬りやりに青年の美しい衣服を着せられ教養ある富有な青年としていったのです。 そのの、に必要なもの例えば正確な型のソフトや銀の懐中時計や嫌味のない棒ステッキ毛皮のトンビに白のシュス足ビ真新しいショーの日和たといった一部の隙もないこしらえを与えられいよいよ目的の家に向かってその不思議な使命を果たすために恩人の住居を出発した。から。 雑踏へ。郊外の電車は混まなかった彼は若い女たちの明らかに衣服の美を羨望するそのひそやかな視線を全身に感じただがそうした女性特有の敏感さもそれら異性の大衆とともに今日は彼にも快かった同時に彼は昨日以来の突然な幸福を ぬ物の,の肌触りの中でまるでひと事のように考えていた恩人の使いが何を意味しているのかなぜにかく一回の自分が不当の罪を受け入れたのかそれを考え進めることさえもできなかった彼はただ幸福な夢の中に揺られていた電車を乗り換え乗り捨てると彼は示された町を訪ねた そこは山の手の屋敷の多い通りであった何かあるんだなと彼が思ったのは暗い町柄にもかかわらずかなりの人数が右往左往していることだったしかもひとところ高校と無数に臨時党を掲げその真昼のような明るさの中に政治色無地剣片わみを大きく染め残した色幕で門前を巡らし その左右に高張りを立てて静まり返った大河を見た門前に1台の自動車が置かれていた右往左往の人々は多くはこの家から出たり入ったりした「宴会かな」とふと高張りの字に目を留めた彼は思わず「おや?」と足を止めた自分の目的地がそこではないか 念のため後人を捕らえてその使いすべき家がそれであることを確かめると彼は果敢にもその敷幕を潜って表玄関に達した玄関にはテーブルを置きそこにはカ麗らしい老人が紙すずりを前に羽織りばかまで控えていた彼は一度口の中で復讐してから 教えられたとおりを静かに述べた「恩田さんに会わせてください」「急用なんです」「半田からです」彼は胸がドキドキしたがそれでよかった「恩田さんとなしばらくお待ちなさい」機械のように老人が奥へ行くとかなり間を置いてから 幼い女中が案内に出たどうぞこちらへで彼が通されたのは奥まった洋室だった応接室とは見えなかったが簡素な茶を飲むに格好な造りだった待つ間もなく細表の上品な老人が入ってきたやはり羽織りばまで酒の加減であろう上機嫌に見えた わしが女じゃが、あんたが半田さんかな。うん、よく来られた。苦しいところをよく来られた。わしは塔から察しておりますじゃ。老人の面には、ちらと同情の影が通り過ぎた。彼は目をつむっていった。とし子さんに会わせてください。うんー、無理もない。 じゃがのう、ハンダさん。世の中のことは難しいもんじゃ。意のごとくならんもんじゃ。わしは合わせたいが、世間がそうはさせぬ。のう、ここはこの老人に免じて、ひとまず引き上げてくださらんか。それもすでとは言わん。無理ではあるが、金で辛抱してもらいたいんじゃ。 どうかな。彼にはこの対応が事実であるとは思えなかった自身そこにありながら何かの芝居を見ているような気がした老人が金をくれることだけは分かった「200円ください」彼は思い切って言った顔全体に血の上るのが感じられた「いや よう聞き分けてくだされた。お礼を申しますじゃ。これでまずわしの面目も立つというもの。ではしばらく。言い流して部屋を出たが老人はすぐに引き返してきた。手には水引きをかけた分厚な紙包みが持たれていた。さしょうながらこれに金300円ありばするじゃ。100円はわしの寸死。 ノ半田さん男子は何よりも気骨が大切じゃ小さなことに無意な生涯を謝らないでせっかく勉強してください彼は一度頭を下げるとおずおずと冷え切った手先にそれを受け取り以前の女中に案内されて玄関に出たそして勧められる自動車を断り かけるような気持ちで町を電車通りへ抜けた。彼にはおぼろながらその金須の意味が分かったような気がした何か慌ただしい気持ちが腹の中で燃えたあのおばあやと2人きりの住居で使いの安否を気遣いつつあろう青年半田氏の寂しい姿が想像された いかにすべてを与えると約束されたにしろ彼にはそのままどこかへ行ってしまう気にはなれなかったそれが最初からの考えでもあった彼はようやくがらんとした郊外電車に身を任すことができたところがね僕が。 半田市の家に帰ってみると君野々村くんはもう声に涙を含めそこで言葉を途切らしたのだった帰ってみるとつり込まれて私は思わずこう聞き返した「死んでいたんだ恩人は死んでいたんだ」髪そりでのどを切って。 僕は身も世もなかった死体に取りすがって埋もれるほど泣きたかった二人の間には長い間言葉がなかった嘘寒いものが部屋に流れた僕への遺書があってね僕はそれで現在まで勉強することができた今日こうして生活できるのもみんな半田氏のおかげなんだ それを思うと非常に心苦しいのだが僕にもまた半田氏同様の運命が訪れているさすがに私も自殺を買ってくれとは言えなかった私は友の身を気遣いながら永久にその売り手の現れないことを祈りながらもしくはその借用者の 善良な女性の中に現れることを祈りながらこの悲しい友の家を後にしたのであったまちまちには優しい冬の日が溶けかけていた